こんばんは。今日はですね、なんか疲れとるやん。よくない。あ、もう一回最初から。疲れよくない。あ、最初からね。うん、はい、こんばんは。どうも、こんばんは。リルレのお時間でございます。はい、お時間でございます。はい、今日は何すか。はい、今日闇夜なんですよね。そう。まだ完全闇じゃないけど、うん、まあまあもうほぼ、うん、月が出ない日。全然実ですね、うん、になってるので、うん、もうほとんど月が出ないよってことで、うん、今回の企画はですね、はい、闇夜、うん、常夜灯周りか、うん、完全闇っぽいんで、うんうん、どっちが釣れるのかと、うん、はい、気になりますよね、うん、まあ大体エギングって月明かりでイカが浮上してくるとか言われてますからね、まあ、そこを狙ってこうポイント立ち回りをすると思うんですけど、うん、はい、闇夜は、ね、どういう立ち回りをすればいいのかな、うん、ナイトエギングですね、うん、ナイトエギング検証していきたいなと思います、うん、でまあ早速ね、はい、まあ、先に、はい、常夜灯が常夜灯ですね、はい、常夜灯あるところあるんで常夜灯周りをまず攻めてみて、うん、まあ、あの明暗部とかですね、うん、そういったところもちょこっと打ちながら、うん、こう堤防になってるんで、うん、こう打っていく感じで、うんうんうん、先に常夜灯周りを攻めていきたいと思います、うん、もう今多分潮止まりぐらいかな、うん、そうね、もう潮止まりに入ってますね。ここでちょっと一回潮が動くタイミングまでちょっとやってみて、うん、で、そこから暗い磯場の方に移動をしてってやっていきたいと思います。常夜灯の方が釣れるのか。はい、皆さん釣りを開始しようとしたらですね、このボラちゃんはエギを持ってきてないと。どういうことボラさん。いや、まずボラじゃねえから。ってことでね、うん、俺のエギをメインに使っていくらしいです、うん、いいの貸して。あ、ありますよ、いいのが。闇夜に最適。どうですか、軍艦グリーンとか使っちゃったりみたいな。皆さん驚かれるかもしれないですけど、自分はこれで釣ったことございません。あ、私もです。じゃあ今日はね、これで常夜と夜で暗いし明暗部とかでいい仕事をしてくれるんじゃないかなと、うんうん、明石タジなんでね、うん、僕のエギはですね、新しく買っちゃいました。こちらのエギですね、買ってきました。これは鉄板ですね、ローズゴールド。これ好きなんですよ、秋下地ゴールドね、よく使うんですけど、まあ夕間攻めとかの方が本当はいいんでしょうけど、まあ、ちょっと試しながらやっていきます。軍艦グリーンでございます。常夜灯があってもすぐそこまで明るいですね。明るいところを打っていこうかなと思います。照らされているところ。浅いのもあってしゃくり回数を増やしたくて、ポール時間が短い分しゃくり回数を増やしたいなというところで。マジで？もうこれ来る。もう来るて。来ますよ。当たったって、ふみおが。人がエギの説明しよったら。やばいやばい、俺も投げよう。やばいやばいやばい、先に釣られたらメンタルやられる。フラッシュが強いんかな。俺アボカドが強い気がしてから結構好きで買ってきたけど。はい、しゃい、止め、いってらっしゃい。はい、ちょっとね、常夜灯から少し離れた明暗部打っていこうかなと。ちょうど暗くなるかなぐらいのところを打っていこうかなと思います。今日はですね、大潮でございます。ただいま潮止まりでございます。満潮やね。月齢がね 28.1 ってなってますね。本当も月がね、もうちょっとしかない。なんだかんだで潮止まりが明けました。動き始めたかなぐらいでございます、はい、明るいとこに投げてみようかな。サードライトの下、何か当たりがあったんじゃないかなと思われるポイントを探っていこうと思います。常夜灯周りラスト1投になりました。暗い方にね、ちょっと行ってみてやってみたいと思います。はい、常夜灯の真下来ました。動き始めて1時間ぐらい経つんで見極めようかなと話しております。当ててる。そっちや。ん？そっちや。うん。
なんでこれ赤使うんだ。いやいや、赤使うやつのあったよ。マジそれは使うやつ、さあ、うざ、移動がいいんだ。いい、今からかもしれませんね。もうちょっと粘ります、もうちょっと粘りましょうか。ギャフル、ギャフってよ、ギャフってよ、見てるやろ。すごい笑ってどっか行った。いやマジ最近腰つるわ、ムカつくわ。まあまあ横サイズやしな。そしてムカつくわ。まあ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 、いやいやいいサイズよ。今日俺ストーリーで言ったよね。ちょっと待ってちょっと待って、やばい、死に絶対かけんでねって言ったよね。ストーリーで言ったよね。嬉しい、カングリーで初めて釣った。いや、いいサイズじゃないですか、なかなか。まあね、ポイント移動しようかっていう話をしてたんですけど、結構深場のところで食ってきてくれましたね。下地赤テープが効いてくれたのかなと思います。はい、次は真っ暗なポイントに移動しようかと思います。真っ暗な磯ですね。移動してきました。さあね、どっちがね釣れるのか。ここはね比較的シャローエリアですね。竿立ててレンジキープ意識しながらっていうぐらい浅いです。ちょっとドラグモールとして、一発目ですね。ちょっとカラーの名前忘れました。 2.55 ですね。まあね、今回真っ暗なね磯場に入ってきてるわけですけれども、ベイトが入ってきてるっていうのを想定してこの磯を選んだんですけど、入ってきてなかったですね。はい、ちょっと移動してきました。ここに立てんもんな、ここに行ければね。こっちの方が潮良くなる。ちょっとしか立ち位置変わらんとに。やばかよ、奥潮ギャンギャン。石がやばい、決めちゃう。うん、ここ言いながら、あれ、あんま行かんくなった。いか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 。どっち？いか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 。いいサイズなんじゃろ？あれ、ちょ、これいいサイズ。ね、今日いいんじゃないの、今日は。いいんじゃないですか、今日は。今日は。今日は。ちょっと潮変わったかなーって。うん、変わったね。左に変わったもんね。うん、さっきよりちょっとサイズアップかな。あ、ほんと？うん。ほら。あ、ほんと？あ、サイズアップ、サイズアップ。でかいでかいでかい。ちょっと待って、怖いわ。まあ、もうかけられてもどうでもいいけど。それ大丈夫？これなんかちょっと不安。うん。前休みだから。ヤフーある？ヤフーないけんが。はい。これはわしづかみよな。あ、ビビになって肩抜けた。脱臼脱臼は、本当に。そんなことある。右手で取りたい。でかい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 。分かりたい。ちょっと磯と同化してちょっと分かりにくいけど、おっきい。なんで脱臼したの。すぐ外れちゃうんだ。思ってそして痛い。なんて脱臼されたことが分かりますね。痛いのか、あぐあぐってなる。まあ無事ね入って右手で取りました、ね。
はい、ゼロです。はい、それではチャリン。おーおーおー、はい、どうぞ。ういあーおーい、いいっすね、600アップ。いい、いや、大きいもん。うん、嬉しい。それではね、このイカちゃんの墨袋をちょっとね、きびってってみたいと思います。イカ持って帰るときに袋が墨だらけになるじゃないですか。それがちょっとやだなと思って縛ってみようかなと思います。まず一回締めていきます。ういっす。で、次頭のもういっす。で、次見えるかな、ここに墨袋があるので、カンナでこれでしょう、出しといて、この下をね、ちょきりちょきりのタイラップをここにこうやって入れて、こうキュッとキュッと、はい、どうでしょう、これで墨袋が閉まったんじゃなかろうかと思います。お疲れ様でした。俺やるじゃん。ムカつく。ムカつく。身をしかつっとら。サイズは出すし。サイズ良かったね。サイズ良かった、うん、最後の。ギョン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 。自分のそのしゃくり方とか間合いとかがたまたまあったのかなっていう感じで。うんうん、今日の企画はですね、どうやって周りが釣れるのか、うん、暗闇が釣れるのか。うんうん、どっちなんだという現象だったんですけど、うん、まあどっちとも1杯ずつ上がって、うんうん、暗い方が、うん、まあ、サイズは、まあ、1杯ずつなんで、うん、そのたまたまかもしれないですけど、うん、やっぱサイズは上がったのは、うん、そば、そうよね、真っ暗な、うん、それをこう考えると、うん、秋にいいサイズ叩きたいな、うん、叩き出したいなって思うのであれば、うん、磯場場叩いてみても、うんうん、面白いかもしれないですね。今までのこう経験上、確かに磯場の方が、まあ、サイズがね出るような、うん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 、まあ、そういう傾向にあるのかなって思ってたのが、うん、まあ、今回ちょうど当てはまったのかなっていう感じで、春場にね結構シャローのエリアって攻めると思うんですけど、うん、ちょっと秋も攻めてみても面白いかなって、うん、ここも水深で言ったら多分 3m とか、うん、多分そんなもんよね、うん、潮も入ってくるようなポイントで、うん、まあ、そういった磯場は、まあ、うん、秋も夏見ても面白いかなと。今回の検証は、うん、釣れますと、まあ、釣れますと、うん、釣れます、うん、少しでも参考に、はい、していただければ、はい、ありがたきでございます。はい、ございます。参考になったよっていう方はですね、うん、チャンネル登録、はい、高評価、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとは今からね寒くなってくるんで、うん、アパレルの方も出していきたいと思っているので、うん、ぜひそちらの方も出た際は要チェックでお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまたまた。ヘキネコです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 。めっちゃ笑うやん。マジ無理。